確かに結構難しそうだけど、うん、いい時、まあ、手も上手なんでしょうね、うん、関西空港、はい、大阪にある空港は海の上にあるので、うん、もう飛行機から見えます、うん、海に到着する、うんうん、でそこからバスに乗って長い橋ブリッジを渡って行くので、うん、海が見えます、ね、あ着いたら何でも見えるね、うんそのどこで停止写真撮りますいやいいね写真だけですよ、ライブすぎじゃん。ライブ、ライブ、ライブ、確かに。全員 TikTok ライブ。TikTok やってる？ TikTok アカウントあるまだ、アカウントだけあります。ポストはしてない。やってないんだ。ポストは、インタビューにポストしてる。ああ、してない。ユニットからポストします。なるほど。ユニタさんは何あ私は初めに富士山に行きたいですね。おね、関東美人ね。富士山。日本の人は富士山大変。そうだね。3000メートルね。3000メーターはもう中入る。日本人にとってね。でもネパールの人からしたら、もう丘ですよ、ね。丘。ヒルね。ヒル。まあ。ヒル富士。富士山ね。富士山。日本人が登れますだと思います。ああ、そうだね。富士山行きたいね。なら確かに。ネパールでは丘とかあの山がたくさんあります。あるよね。私もそうだと思います。ああ、確かにいいですね富士山、はい。富士山どこにあるか知ってる？何県？知らない。知らないね。静岡県。大阪城。大阪キャッスル。大阪キャッスル。大阪キャッスル。はい。ああ行きたい。はい。いいね。お花見の時だ。お花見の時だ。そうだね。確かにね。はい、ね。綺麗だからね。はい。すごくいい。お花見したいですもいいと思います。お花見したいですぜひ。うん。桜の花はいつから、うん、咲きますか？知ってる人います？夏休み。ああ、もうちょっと前。ちょっと前。あ、もう冬の春ですか？春ですね。春が何月？四月から。四月から。四月にああいう桜。はい私たちが日本に行く時間、はい、時からそうだね。そうだね。ギリギリ。はい、桜は1週間で散っちゃいます。あそうですね、1週間だけ。だから間に合うかもしれないし、ネクストイヤー。ネクストイヤーも大事です。で日本はその4月、春の4月が、はい、一つのスタート、うんうんうん、4月にエントランス入学式とかその学校がスタートするのも4月、うんはい、働く人が働き始めるのも4月、うん、桜とともにスタート、うんうんだからね先生初めて日本語を勉強している人たちも桜と言いますね先生。へえ。桜はねでな。桜クラス。はい。私が桜どこで聞いた。これは。なるほど。そして大変な。ポイルズリポニーワンジェレですもんね。ファーストレベルコーディオスビギナーライチェン、サクラワンチャンスからです。それはね、でも決まってないかも。サクラがビギナーっていう意味じゃない。そうそう。そうそうそう。どうですか、アレさん。私は、
仏教のお寺とか、東京タワーとか、いろいろなところに旅行するたいですし、私の趣味は旅行したいです。いっぱい旅行してください。私は今までにネパールで豚肉は食べないので、日本にいて食べてみたいです。豚肉はネパールでもあるただ 牛肉もいいんじゃないですか。牛肉とかね、牛肉とか食べない。あと寿司ね、ローフィッシュ、ローフィッシュ、ね、寿司。あとあれね、ダルバートね。ダルバート。日本でもネパールレストランいっぱいあるから、でも高いと聞いたことがある。そうだね。古谷先生がだ。そうだね。ネパールでもあの日本料理のレストラン。そうそう、そういうこと。リングチェンジしてる。はい、でも日本で料理してる人、自分で。今。家で。はい、作ること。作る。はい、ダルバート作る。はい、ダルバートと桃とトミー。じゃあ日本に行って招待してください。食べに行きたい。確かに高いから。レストラン。食べたい。パーティーしましょう。はい。スリジャンさんは。私ですね。あの日本でいろいろなあの聞いたことがありますから、あの、いろいろなところで旅行したいです。あのそれだけじゃなくて、あの、この私はあの秋の時のモミジですね。ああ、そうですよね。いや、そうですよね。いいこと言いますね。すごいいいこと。でもプランできたね。うん、確かに。四月に大阪、大阪城を花見して、夏7月、7月から8月にかけてじゃないと富士山登れないんですよ。うん、1年の中でここだけなんで、夏は富士山。シーズンによりあのいろいろなことを見たいです。でも海もね、夏だから海泳ぎね。で、あとそう、ね、お寺とか行くから、はい、秋の私は今まであの、石の雪も見たこともないです。そうね、だからその雪とか、そうね、冬ね、冬とか。私のあの生まれたところにはあの雪が降らない。だから今まで騒ぐことだけじゃなく見たこともないです。いいね、それやって。では1年中ラーメンとかそう、たこ焼き1年いいね。私があの今までは、あの一楽ラーメンというのはあのラーメンのタイプだと思っています。ラーメンのタイプ。でもはあの健太先生からあの一楽ラーメンのは、あのラーメンのタイプの中でないですと言いました。はい、教えてもらいました。一楽って一楽の中になるとは。それが実際にあると思ってそれはなるほどね。それに似た一覧っていうのは、いろんなラーメン屋さんがあります。いろんなタイプ、そうそうそう、数えられないぐらいたくさんあります。醤油味。私はあの日本の コップラーメンを食べました。カップラーメンね。また味違うから、美味しいです。美味しいよね、カップラーメン。いいね。あの日本に行くときに、あのクルタとか、サリーとか、そのトピとか、そういうのを持って行くとすごい楽しい。思っていいね、最後だね。そんなこと私も思っています。ああ、ね。あのネパールのいろいろなあの、文化がありますね。その時あの日本でもそのセレモニー、あのお祝いをします。友達で集まってあの遊びをします。その時あのいろいろな服ですね、ネパールの服を着て、あの他の国に行ってあの自分の国の服をあの着るのは楽しいですね。それでそのことも聞きました。あの先生から、先生か、だから私は持っていきますと思ってます。私たち
そうです。皆さんはこの学校のリプレゼンタティブですね、はい、みんなが日本でウスマイリーにハードワーキングにエンジョイしてたら、もっとネパールの人が日本に来てほしいなと、うん、僕ら学校からたくさんに後輩 ね、うん、ね、来てほしいなってなります。皆さんが仕事もせずにラーメンばっかり食べてたりとか、ね、勉強せずに旅行ばっかりしてたりとかすると、うん、ああもうネパールの人は嫌いです、うんうん、なってもう誰も行かない、うん、それは休みの時だけでしょ、うん、休みの時はたくさんある、うん、はい、だから未来ね、Future depends on you、うん、ネパールの未来もみんながこう開拓ってなんていうの、切り開く難しいから、パイオニア、うん、ね、で、みんなで頑張りましょう、はい、ね、きっと大変なこととかあります、はい、で、いろんな日本人いますね、いろんなネパールの人いますね、はい、優しい人もいれば怖い人もいるね、はい、だから大変な時は相談したり、ね、うん、連絡して一緒に解決、ソルブしてやりましょう、はい、そしたらきっとネパールの人もハッピーになりますね、はい、で、日本の人もすっごいハッピーになる、うん、助かる、みんなが頑張ってくれたら日本の高齢者の方も助かるし、うん、だから一緒に日本もネパールも他の国の人も一緒に頑張っていきましょう、はい、頑張ります。これからは皆さんの時代です。時代って分かる、はいはい、いいだろう、はいはい、皆さんが頑張って、皆さんが活躍して、僕らがサポートする、うん、はい、頑張りましょう、はい、いろいろなことを聞いて、あの、稼いだお金をもっと使っていくのは大変ですね、自分の未来のためには、うん、これみんな日本に行ってお仕事して給料、サラリーがそのバンクに入るので、それを、家族にどれぐらい 送りたい、まあ、まだ分かんないかな、送る予定ですか。それはあの、ま、ネパールの、あの状態によるね、よる、はい、うーん、ああ、そうかそうか、そうだね、はい、ネパールの状態だけじゃなくて、あの家族のも、ね、あのいつかあの病気になるかもしれない、そうだね、うん、その時はあの自分のためにも、そうやね、うん、本に行けることが決まった人と次に行くか分からない人も全然すぐに違う、先生はいつ明後日帰ります、日本に。だから3月8日に帰ります、はい、
気をつけて帰ってください。ありがとうございます。